皆様は70人前以上のポテトチップスを見たことがございますか？僕は今見ております。こちらです。これが70人前を超えているポテトチップスです。これ iPhone です。もうよくわかりません。はい、どうもマックス鈴木でございます。私は本日、東京都立川にございますトスカーナさんにお邪魔しております。で、こちらポテトチップスなんですけれども、なんと70人前ございます。70人前以上あります。なんで以上にしたかっていうと、比較対象でトスカーナさんのチャンネルの方でオープニングも撮ったんですけれども、こう1人前の小池屋さんのやつ 60g のやつをこう比較対象でこうやってやったんですよ。そしたらこれも入れますって言ってご主人入れたって。まあ4.3kg でしたっけ。はい、で70人前超えという感じのポテトチップスを制限時間30分で食べきることができれば、見事賞金5000円で40分で料金無料という、それより、オーバーすると失敗という扱いになる、かなり変わったチャレンジ分野でございますが、私と私は続き成功することができるのか、よろしくお願いいたします。それでは今回はカウントアップでいきたいと思います。30分以内で賞金、40分以内で無料、頑張ります。ではすいません、ご主人、はい、新年一発目の、ね、いきます。ありがたいコールをお願いします。そっちがその気なら勝負しろぜ。3、2、1、スタート。よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、いきます。よろしくお願いします。はい、これすいません、今のうちもう注文しといていいですか。はい、コーラください。はい、お願いします。うまい。ジャガイモ、レンコン、さつまいもって感じですかね。かぼちゃ、やっぱコーラっしょ。最高、うめえ。Thank you.
かぼちゃきつい、ちょっと。めっちゃうまい。
ごちそうさまでした。うわあ、あとちょっと。もうなんかちょっとこの黒いなんか、もしかちょっと硬くてごめんなさい。すみません。皮かな。かぼちゃの皮。これはめっちゃ楽しいです。本当に。本当に楽しい。これポイントは、いや、上顎がめっちゃいいで刺さりました。途中からもう感覚がなくなりました。上限定ですね。下は普通です。あ、ちょっと痛いぐらいで、これポイントはじゃがいもが楽なんですよね。やっぱあのさつまいもとかぼちゃで、あと、まあ、レンコンはそんな入ってなかったんで、さつまいもとかぼちゃをどう処理するかだと思うんですけど、俺でも正直これガシャってやったり、こうやってやったり、こうやってやったり、こうやってやったり、いろいろやったじゃないですか。どれが正解か最後まで分かんなかったです。早い、どれが早いかも分かんなくて、ただ、さつまいもはちょっと硬いんですよ。硬いんで、グッっていう力はいるんですけど、口に入ってしまえばそこまで辛い感じはしないんですよね。逆にかぼちゃはそこまで硬くないんですよ。なんかしなっとしてる感じ、どっちかというと。なんで中でちょっときつい。ただその量を入れるっていうのであれば、さつまいもはやっぱきついですね。硬いから重ねてかかった時、なんか間違ってグーンってくる、もう破壊力がすごいんですよ。もう攻撃力がやっぱあの芋が一番楽でした。でももう本当、でも最後まで食べ方分かんなかったですけど、そんなこと考えながらずっとやってたんですけど、本当にあの最初から最後までマジであの楽しかったし美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに胃の容量的にはやっぱりまだ入る。確かにそのおっしゃられてるキロ数ぐらい入ってるかというと、だいぶ楽ではあります、正直。うん、って感じですね。食い方が難しいからね。昔攻略のしがいがある、めちゃくちゃ面白い、そして楽しいチャレンジメニューでした。ありがとうございました。リベンジ乞うご期待。ありがとうございます。いや。